こんにちは、綿谷チャンネルです。今回は生ビール1杯50円の国で1000円企画したらとんでもないことになってしまいましたので、その様子お届けしたいと思います。まず今回はどちらの国に行ってきたかと言いますと、タイのお隣の国になります。僕自身この国に来れたのは4年半ぶりになります。今回の動画はミャンマーのヤンゴンからお届けします。ヤンゴンの一番の繁華街と言いますと、こちらの19番ストリートになります。今回はこちらの通りを中心に1000円でどれだけ食べて飲んで遊べるのか検証したいと思います。ネットで検索しますと、1000円は 14,172 チャットになります。ただこんなレートで両替するのはもったいなすぎます。じゃあどうやって両替するのかと言いますと、まずタイバーツに両替します。その後街中の両替屋さんで両替するレートが1バーツ98チャットになります。なので240バーツを両替しますと 23,520 チャットということで、とんでもなく違う差額になります。ということで今回は 23,520 チャットを使い切ろうと思います。まずは4年半前にも来てめちゃくちゃ気に入ってたお店がまだありましたので、ここ入ってみました。コウさんというお店になります。昔のイメージですと、ここのお店ドリンクもめちゃくちゃ安いですし、食べ物もびっくりするぐらい安かったんですけれども、今も健在でした。まずはタイガーのビールを注文しました。ちょっと高めで95円ぐらいになります。夕方の5時ぐらいに来ましたので、ハッピーアワーがあるかなと思ったんですけども、もともとがめちゃくちゃ安いので特にハッピーアワーはやってませんでした。おつまみにティーリーフサラダ、ミャンマー料理を注文しました。こちら一皿で65円ぐらいになります。何種類かのナッツとキャベツやトマトなどの野菜とお茶の葉が混ざってるちょっとピリ辛のサラダになります。2杯目はカクテルに変更してモヒートを注文しました。こちらも1杯65円ぐらいになります。ミントの葉っぱもたっぷり入ってまして、これが65円で飲めるというのはめちゃくちゃ嬉しいです。そして食事も追加しまして、豚のスキンのサラダ、こちらちょっと高くて110円ぐらいになります。味の表現はすごく難しいんですけれども、そんなに癖はなくて歯ごたえもあって僕の好きな味でした。続いて3杯目はライチ&ライムというカクテル注文しました。まさかのピンク色のドリンクだったんですけれども、こちら1杯60円ぐらいになります。甘くて飲みやすいんですけれども、どれもしっかりアルコールが入ってたみたいで、結構この時点で酔っ払ってきました。ということで1軒目は3杯のドリンクと2つの料理をいただきまして、9600チャットになりました。実際に会計の時などに渡したチップはこの合計金額に入れてませんのでご了承ください。続いて向かい側のお店がハッピーアワーやってましたので、そちらに移動しました。ディスコスクールガールというちょっと怪しげな名前なんですけども、普通のバーでした。こちらのお店が夕方の6時までハッピーアワーということで、70円の生ビールをいただくことにしました。スボルグというメーカーのビールみたいなんですが、ミャンマーは普通にビールが美味しいです。こちら普通に注文すると2000チャットでした。それでも安いなと思います。それ以外にウォッカ、ウイスキー、ジン、ラムなども2000チャットから飲めるみたいです。ということでこちらのディスコスクールガールでは生ビール1杯1700チャットを使いました。続いて30メートルほど移動してプロモーションをやってるお店がありましたので、こちらに移動してみました。生ビール1杯1800チャットなんですが、3杯飲んだら1杯無料ということで、約1杯1300チャット、50円ぐらいで飲めちゃうということでここ入りました。まずこちらが1杯目になります。店員さんもすごくよく話しかけてくれますので、一人でも全然退屈しませんでした。そして少し早めに2杯目も注文しました。そしてつまみが欲しかったので焼きカシューナッツ3000チャット注文しました。味は軽く塩味がついてる程度なんですけれども、焼きたての熱々の状態で出てきましてめちゃくちゃ美味しかったです。ビールのあてにはこれが最高でした。そして3杯目のビールもやってきました。
もうこの時点で6杯ぐらい飲んでますので、かなり酔いは回ってました。そして途中でお店のスタッフの子がこんなプロモーションもあるよということで渡してくれました。ビール5杯とおつまみ3品で2万チャット、だいたい800円ぐらいというプロモーションなんですけれども、さすがに今からは無理ですし予算オーバーなのでお断りしました。そして3杯注文しましたので4杯目の無料のビールをいただきました。もうこの辺では酔っ払ってまして記憶も曖昧だったので、よくわからない動画がいっぱい残ってました。途中プロモーションで無料でビールを配ってるお姉さんが来たんですけれども、こちらの黒ビールいただきました。ただあんまり美味しくなかったので僕のビールで割ってハーフ&ハーフにしてみました。多少飲みやすくなりました。しばらくすると目の前でライブが始まりました。ということでこちらの121というバーではビール4杯5400チャット、ナッツが3000チャットで8400チャットを使用しました。そして残り3820チャット、だいたい150円ぐらいになりますので、なんとかもう1軒どこかに行って使おうかなと考えてました。ただ正直言いまして、この後は酔っ払ってうる覚えなところがたくさんあるんですけれども、動画がいっぱい残ってましたのでご紹介していこうと思います。最後に選んだお店は道の屋台になります。ホテルの近くの屋台なんですが、横を通るとめちゃくちゃ美味しそうな匂いがしてきます。せっかくですのでここで食べてみることにしました。そしてここの屋台のめちゃくちゃ助かるところは写真付きのメニューがあります。全メニュー2500チャットということで、だいたい100円ちょっとで食べられます。十分残金で払うことができますので、こちらで焼きそばを注文することにしました。そしてまだ60円近く残ってましたので、近くのコンビニでビールを買うことにしました。小さい缶を買えばちょうどぐらいだったと思うんですが、なぜか大きい1900チャットのビールを買ってました。ということで屋台の100円焼きそばが運ばれてきました。量がめちゃくちゃありまして、100円でこれはかなりお得なんじゃないかなと思います。具材の指定は一切しなかったんですが、チキンと野菜がたっぷりと入ってました。味もすごく美味しくて日本人の口にも合うような味でした。ここは毎日通いたいなと思えるお店でした。ということで最後の屋台では焼きそば2500チャット、ビール1900チャットの4400チャットを使いました。合計金額は580チャット、だいたい25円ぐらいオーバーしてしまいました。ただ1000円でこれだけ飲んで食べて楽しめる街はなかなかないんじゃないかなと思います。結構ヤンゴンの治安心配される方多いんですけれども、意外に安全でした。以上、今回はミャンマーのヤンゴンで1000円で大満喫&泥酔した様子をお届けさせていただきました。エンディング後にも少しおまけ動画ありますので、ぜひご覧いただければと思います。またミャンマー旅の詳しい動画はメンバーシップにて公開してますので、よかったらご登録お願いします。次回木曜日の動画は路地裏にある大人気の激安タイ食堂をご紹介したいと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。
か。